徳川様の天下も間もなく崩れるか水野忠国の天保の改革によって民衆が不安定な生活を送る中幕府や各藩も深刻な財政危機に陥り爆藩体制がほころびていった変化を求めていた時代に発生したのは大震災だった1853年にはアメリカからはペリーがロシアからプチャーチンが来航した安政の大地震はこのような幕末の多難な状況下で倒幕運動に呼応するかのごとく連発した大地震であった瓦版は時事や速報性のある情報を伝える印刷物である地震後にはおびただしい数の瓦版が巷に出回りよく売れた 安否情報や被害情報を伝えるだけでなく社会風刺の瓦版も出回った地震を引き起こすナマズが世直しナマズとして被災者を助ける様子を描いたものや地震の復興景気で大工や庶民へ小判などを投げ与えているものが流通したナマズには地震の発生を歓迎するような言葉書きが添えられているものが少なくなかったそれは災害によって旧体制を崩壊させ新しい世界の出現を期待する庶民の心情が込められているとの指摘もある庶民の願いに呼応するかのように安静の大地震から12年後江戸幕府は倒れたご視聴ありがとうございます チャンネル登録・高評価をお願いいたします。